58号では付属するサーボモーターの動作を確認し、さらに機体フレームに取り付けます。今回付属するパーツです。12号で付属した電池ボックスを53号で付属したテスターに接続し、さらにサーボモーターのコネクターをテスターにつなぎます。次に電池ボックスのスイッチをオンにして、テスターの電源ライトが赤く点灯することを確認します。次にテスターの左側のリセットボタンを押すと、ライトが青く光り、モーターの軸が中立位置にセットされます。次にサーボモーターの軸の回転を分かりやすくするために、パーツ02のアームを差し込みます。用意ができたらテスターの右側のテストボタンを押して、ライトが青く光り、軸に取り付けたアームが左右に動くことを確認します。テストが終了したら、もう一度左側のリセットボタンを押して中立位置に戻しておきます。テストが終了したら、補助翼用サーボモーターをフレームにはめ込み、パーツ04のネジ2本で固定します。次に反対側からモーターの軸にアームが真下に向くように差し込み、パーツ05のネジで固定します。この時ネジを締める時にアームが回転しないようにしてください。これで58号の作業は終了です。アシェット。